阪神バス、向こう営業所阪神バス、向こう営業所は、兵庫県甘ヶ崎市向こう豊町3丁目11番1号に、ある、阪神バスの営業所。最寄りの停留所は、向こう営業所である。1963年9月1日に、旧、甘ヶ崎市交通局の向こう営業所として開設。2009年12月1日から、 阪神バスに担当する路線の全線を営業所ごと業務委託となっていたが2016年3月20日に交通局が民間移譲したことに伴い全面的に阪神バスの営業所となった2017年11月43番系統でバス停ー橋があり近畿運輸局よりバス2台が10日間の使用停止措置を受けた 阪急神戸本線の駅から JR 神戸線の駅を経て、阪神本線の駅を結ぶ、幹線では15番の一部便を担当している。それ以外の幹線路線では、塚口営業所もしくは天ヶ崎交通事業振興が全便を担当している。天ヶ崎市内線の内ち甘ヶ崎市内各駅と、周辺地域を結ぶ、地域線48から2番を除いた40番台と、AD1 番を、 全便担当し、48から2番、52番と55番の一部便を担当している。それ以外の路線では、幹線と同様、塚口営業所もしくは天ヶ崎交通事業振興が全便を担当している。一部の路線では、運行区間の一部延長や、経営地経路の一部を変更して運行する便もあり、路線番号に帯をつける形で分類、運行されている。 三菱不走、いすず、日野、日産ディーゼルの各車種が所属している。なお、全車ノンステップバスである。通勤、通学、の各指定期券、回数カードを搭乗者券類の販売及び払い戻し、路線、運行ダイヤのご案内、忘れ物のお問い合わせや距離証明書の発行等を行っている。ありがとうございます。